小林です。お願いします。無線のレベル通過するとき必ず無線。はい。担当伊予です。しっかりコントロールしてこいよ。頭入りすぎだ中に。はい。うお、気をつけてよ、気をつけてよ。また下げるんか。はい。下からやって。頭入りすぎちゃうな。頭外だぞ。最後ね、腰の沈み込みね、最後。はい、肩こまねちを意識して頑張ります。そうそう、それ。佐藤伊予です。うわあ。さあ、そうそうそう。ちょっとまだへっぴり腰ね。ちょっと中入るでしょ。ああ。ちょっと前すぎるんだわ。前すぎるとか上体だけ突っ込みすぎてるのね。ね、上体の前傾をどう作るか。腰を少しバランスライン後ろ引いてもらって作るのね。お願いします。そうそうそう、まだこっちの方がいい。あー、ちょっとまあ、よし、耐えた。よし、耐えろ。頑張れ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 。おー、ちょっと腰肩が回っちゃう。この席入ります。藤原さん、まだもうちょっと、ほら、頭前すぎるでしょ、これ、ね、右手もうちょっと後ろで、後ろでいいっていうか、肩、頭が入りすぎてるの。うわ、結構いいじゃん、ショート。佐藤伊予です。ショート行きます。はいよー。ああ、また、こんなこと言ってたら突っ込んでるわ。佐藤伊予です。ショート行きます。伊予くん、ストックを前に出して。うん、いいよ。これはいいよ。ちょっとこの突っ込みはなくなったでしょ、今。ね、ここ突っ込み。状態の突っ込みは少しなくなったと。サボーヨネス、ちょうどいきます。少し懐を深くして目線をまず下げる、一段下げる。横へ削るの、横へね、角度の出る方に押していくっていうね。うん、なんかいい感じだわ。佐藤伊予です。いや。
お顔見えた瞬間ボール入ってきました。バレてます。ダメですよサボっちゃ。よっ